こんにちは、ピューキサローです。今回は奈良県の五條市の猿谷ダムに男子高校生が転落したことについて、客観的な意見と自分の気持ちについてお話ししていきたいかなと思います。でですね、今回は2020年4月20日午後1時10分頃、奈良県警によると、奈良県五條市の猿谷ダムに京都市の男子高校生16歳が転落したと、一緒にいた友人から119番通報があったと。奈良方面に観光で訪れていたということですね。でですね、客観的な意見としては、なぜ観光に行ったのか、今は観光を控える時期だろう、容態は気になるけどなぜ行ったといった意見がまあ多かったかなと。親御さんは何をしているんだ、学校は休校中だから自宅で自習していればよかったのに、といった意見が多かったかなと思います。でですね、自分の気持ちとしては、ダム好きだったのかな、この2人は。なんか生死はわからないけれど、ダム、なんか好きな場所で死ねるなら、まあ本望かなとは思うんだけれど、山好きな人が山で死ぬみたいなことだったらまだわかるんだけど、ダムもし好きじゃなくて、もしこのダムで死んだら浮かばれないだろうなっていうのが正直な気持ちです。今コロナウイルスで、すごい騒いでいるので、外出るのは良くないよねって言ったことですね。思うんだけど、またなぜダムに行ったって言ったことです。はい、ということで今回は、奈良県の五條市の猿谷ダムに男子高校生が転落したことについてお話ししていきました。それでは、ご視聴ありがとうございます。この YouTube 動画では雑談、音楽配信、ゲーム配信を主にやっております。また引き続き頑張っていきたいと思いますので、よろしかったら上にあるチャンネル登録ボタンをポチッとお願いいたします。あとグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね。